谷のムーティエ、谷のムーティエ、1967年5月9日から1991年2月9日は、日本の競争場、シュゴ場である。1969年に、関西の山歳王者戦、阪神山歳ステークスに優勝。翌1970年のクラシック三冠路線では、関東のアローエクスプレスとライバル関係を築き、その対戦は当時色濃かった。 東西対抗意識の中で AT 対決とも呼ばれたが、同馬を退けて、サツキ賞、東京優秀、日本ダービーの春クラシック2冠を制した。同年秋には、史上3頭目の3冠達成への期待をかけられるも、夏の休養中、競争能力へ大きな影響を及ぼす呼吸疾患の全名賞を発症し、3冠最終戦、菊花賞では大敗を喫して引退した。 同年、慶州社賞最優秀四歳母場に選出。通算18戦12勝。以後は種母馬となったが、三区に、中央競馬の重賞勝利馬はなく、1991年に死亡した。判定、伊布帝に、1973年の天皇賞、秋、1974年の有馬記念などに優勝した谷の力がいる。 バレエは日本で2000年以前に使用された数え年で統一して記述する。1967年、北海道静内町のカントリー牧場に生まれる。父ムーティエはフランスからの輸入馬で競争馬時代はダリュー賞とオカール賞に優勝。ホーム馬は日本における初年度産区だった。母谷のチ恵リは不失そ馬。カントリー牧場は、 実業家の谷水忍が1963年に創業した信仰でハードトレーニングで馬を鍛えるという谷水の理念を具現化するための牧場だった。幼馬の頃の本場、陽名、ムーティシュバディはそれほど目立つ馬ではなかったが、本格的な運動が始まると、いくら追われても汗一つかかないという優れた心配機能を見せた。またその双方は首を低く下げる。 独特のもので、谷水はこれを、シェパードと例えた。牧場では同期生三馬のうち谷のモスボロを、後に京都4歳特別優勝が一番馬と見られていたが、谷水は本馬を気に入り、息子の雄造に、これでダービーを取ると宣言していた。なお、牧場の同期馬20頭は育成状況の段階で、次々と脱落し、無事にデビューを迎えることができたのは、 本場も含む手ごとをのみだったとされる。競争年齢の3歳に達した1969年、谷のムーティエと改名され、京都競馬場の島崎博史旧社に入った。谷のムーティエは細身で、見栄えのしない馬体で、旧社関係者からの評価は、さほど高くなく、島崎は、二つ勝てれば上々だと感じていたという。デビューに際しての騎手は、谷水と協力関係にあった。 富山田め夫の推薦で、若手の安田伊沙が選ばれた。安田は、富山の麻雀仲間という縁があったが、当時特に目立った成績は上げていなかった。1969年7月18日に、函館開催でデビュー。スタートで遅れて後方からのレース運びとなるも、最終コーナーまでに差を詰めると、直線では安田が無知を使うことなく日着に六馬審査を、つけて勝利した。 二戦目も五馬審査で圧勝した。重症初出走となった函館三歳ステークスは、スタートで大きく出遅れて、同郷の谷のソブリンに敗れたが、札幌開催に移って臨んだ、条件特別戦は大差10馬審以上で勝ちした。その後は、関西に戻り、デイリーハイ山歳ステークスに出走。ここで、騎手は前年に谷のハローモアで、日本ダービーを制していた。 ベテラン、宮本特に変わった。この競争では、谷のソブリンに二馬審査をつけて勝利し、重賞初制覇を果たす。しかし続く紅葉杯では、レース要所で束から二回挟まれる不利を受けて四着と、敗れた。この結果に起こった谷水は宮本を降板させ、騎手は安田に戻された。さらに谷水は島崎に対しても、調教不足だと怒鳴りつけ、明日からは、 自分が直接調教すると言い出したことから島崎が半一時点運馬まい安全となったが、と山まため夫らの仲介で収められた。以後は、オープン戦をレコードタイムで勝利、続く京都山菜ステークスも制し、一番人気に押された阪神山菜ステークスでは、大外から先行勢を差し切って優勝、関西の山菜王者となった。安田にとっては、これが、 騎手生活7年目での重賞初勝利であった。当年は9007勝という成績を収めたが、最優秀3歳ボバには、関東で5005勝の成績を収めたアローエクスプレが、選出された。一旦休養の後、翌1970年は、春のクラシックを目標に、2月のキサラギ賞から復帰。これに勝利した後、クラシック初戦、サツキ賞に備えて登場した。 関東初出走となったやよいは、競争前日の降雪により、志向馬場が芝からダートへ変更された。競争前のパドックでは、初めてその姿を見た、関東のファンから、馬体の貧弱さを揶揄する矢字が、盛んに罵されたが、谷のムーティエは、初馬機内でのが安眠強打による鼻血左前足と、左後ろ足の負傷というアクシデントに見舞われながら、二着。 梅のダイヤに3馬審査をつけ楽勝した。自走のスプリングステークスでデビュー以来6連勝中のアローエクスプレスと初対戦。東西領有の初顔合わせに当日は10万人を超える観客が集まった中、谷のムーティエが一番人気、アローエクスプレスが二番人気となった。レースでは、アローエクスプレスが先行4から5番手、谷のムーティエは集団候補をお進み。 最後の直線に入った時両馬の差は10馬身ほどあった。いち早く抜け出した、アローエクスプレスは後続を突き放したが、しかし追い込んだ谷のムーティエがゴール寸前でこれを捉え、3、4馬身差をつけて勝利。AT 初対戦を制した。なお、三着メジロムサシは、両馬から6馬身離されていた。谷のムーティエの最後の600メートル、上がり3ハロンのタイムは、 三十六秒台で優秀と言われた当時にあって、推定三十四秒台というものだった。安田はこれを表して、ムーティエが使った生涯最高の足と語っている。四月十二日に迎えたサツキショーでは、前走に続き、谷のムーティエ一番人気、アローエクスプレス二番人気の順となった。レースは先行勢の中にアローエクスプレス、谷野ムーティエは、中段と、 前走と似た対列で進んだが、第3コーナーで、アローエクスプレスは突然失速し、大きく後退した。最終コーナーを回り、体勢を立て直した、アローエクスプレスがスパートかけ、谷のムーティエもこれに続くと200メートルにわたって、両馬の競り合いが続いたが、ゴール前で谷のムーティエが、頭差抜け出して優勝。クラシック1冠目を制した。同時に安田と、 島崎も八大競争初優勝となった。安田は苦しいレースでしたが、アローと並んで勝てると思いました。それにしても一度交代したのに、アローは強いねと感想を語った。なお、アローエクスプレスが一位置を下げたのは、タバが外から進出してきた際に、一気に抜け出すか、抑えて温存するかを、騎手の加賀武見が迷い、そして抑えたためであり、加賀は、 自身の気乗ミスだったとしている。その後、谷のムーティエは、日本ダービーの前に、NHK 杯に出走。直前に軽い外傷を負ったため、旧車では回避と見込んでいたが、谷水の強い指示により出走に踏み切った。本競争には、アローエクスプレスも出走し、本番を前に3度目の対戦となった。先行作から最後の直線で抜け出した、アローエクスプレスに対し、 谷のムーティエは、後方からの追い込みを見せた。しかし安田が残り200メートルを示す標識を、ゴール糸と間違え、一旦流してしまったこともあり、アローエクスプレスに庭新反差の2着と、初めて先着を許した。しかし干潮ではない状態で、さらに大きなミスがあった上での2着に、陣営は帰ってダービー優勝への自信を深めた。5月24日の日本ダービーは、 カタ関東馬、カタ関西馬という地域的要因も絡み、AT の自由を決する舞台となった。アローエクスプレスが41.9%の単勝支持を得て一番人気となり、谷のムーティエ同24.9%で二番人気となった。しかしぜ、好調の状態だった谷のムーティエに対し、アローエクスプレスは調整に失敗し、パドックから著しくじれ込んでいた。レースでは、 常の通り先行するアローエクスプレスを見ながら、後方に控えると、第3コーナーから上位に進出していき、バグンを裁くのに手間取るアローエクスプレスを尻目に、後位で最後の直線に入った。直線中ばで先頭の伊達天竜に並び、ここから200メートルにわたり競り合ったが、同馬を3、4馬身退けて優勝を果たした。アローエクスプレスは5着であった。谷水は、 完璧に仕上げたんやし、かつ自信があった。ダービーは何回勝ってもいいものや。今後は爪があまり良くないので秋まで待機させ、3回を狙いたい。そして菊に勝ったら、グランプリも取り、来年は外戦門賞にでも遠征させて終わりやとった。なお、デビューからダービー優勝まで15戦という戦績は、カントリー牧場の先輩馬、谷のハローモアの18戦に次ぐ。 史上2番目の出走数であり、うち12勝は最多勝利記録である。また、この時点で、すでに獲得賞金が1億円を超えていたが、4歳春での達成は史上初めてのことであった。日本ダービーの後、島崎は他人のムーティの夏場の予定について、北海道へ放牧に出すか、あるいは旧車に置いておくかのどちらかを考えていた。 しかし谷水が自分で設営した滋賀県を津市の放牧場へ連れて行くと主張し、旧社関係者全員での反対にもかかわらず、道地への放牧が強行された。放牧中、島崎と安田と一緒に様子を見に行った際、谷のムーティエは、高雨で寒い中に屋根も何もない場所で、裸足のまま立っていたという。こうした環境によるものか、または谷水が、 土壌改良のために撒いた石灰を吸い込んだことが原因とする説もあるが、いずれにせよムーティエは、この放牧中に全命症を発症する。これは、走行時に呼吸するとき生体の開閉に支障を来たして息苦しくなり、同時に喉から音がすることが特徴で、俗に喉なりとも呼ばれ、競争能力に著しい悪影響を及ぼすものだった。その後、 谷のムーティエは9月20日、コバ、5歳以上馬混合戦の朝日チャレンジカップから復帰したが、一般に対して全名賞の事実は伏せられた。当日は 60kg の金量を負わされながらも一番人気に支持されたが、レースでは大差の再開で入選。約1ヶ月後、3冠最終戦菊花賞の前哨戦、京都杯でも再び一番人気に押されたが、 9頭立ての6着に終わる。この競争後に初めて、ムーティエが全名称を患っていることが発表された。なお、当時の谷のムーティエの症状について、島直人が著作の中で次のように書き記している。菊花賞は、セントライト、シンザーに次ぐ、史上3頭目のクラシック三冠達成がかかっていたが、状況では相変わらず、喉を鳴らしており、 サンハロンのタイムは43秒を切ることができなかった。菊花賞を前に引退も検討されたが、谷水の希望により出走に踏み切る。ダービー場の名誉に傷がつくのではないかとの声に対して、谷水は、人気するかな、しないやろ。名残の菊や、ムーティエの走りっぷりをゆっくり見つめてほしいと語った。旧車では万に一つ症状が出ない可能性を信じ。 あらゆる方法で喉の療養に努めた。なお、島崎は出走に反対しており、谷水にこれだけ、一つだけでも私の意見を聞いて欲しかったと恨み事を聞かせると、谷水は反論せず腕組みをしてうなり声を漏らしたという。前売りの単勝オッズは3番人気、当日は5番人気となる。1番人気はアローエクスプレスであった。レースでは後方に控えた後、 第三コーナーから最終コーナーにかけて戦闘を伺う,う勢いで進出し、監修を大きく沸かせたが、そこから失速して、伊達天竜の十一着、アローエクスプレス9着に終わり、史上三頭目の三冠はならなかった。島直人は最後に見せた足を、これが谷のムー無ィ絵だと言わんばかりの凄さの一端を示して、見せたに過ぎなかったが、それは、かつての日、中山のさつき賞で、 府中のダービーで見せた、あのゴロ足の幻であったと評している。これを最後に引退となり、11月29日、京都競馬場で引退式が行われた。休務員の近藤明は、新山以上の馬だったと評しているが、その新山の調教師であった武田文吾は、他人のムーティエに対して、起国して二冠の壺に聞くウエントの一句を読み、その引退を惜しんだ。なお、 この引退から約1年後の1971年11月18日、谷水忍は交通事故により61歳で死去。長男の雄三が競馬事業も引き継ぐことになった。引退後は種ボ馬として北海道静内町の静内市築城につなぎようされた。初年度1971年には38頭の後輩相手を集め、 1973年に3区がデビューすると中央競馬では京都三歳ステークス当時はオープ特別競争を制した谷野サイア安など7頭中4頭が勝ち上がった。翌1974年には78頭の後輩相手を集めたが3区成績は尻すぼみで1979年からは九州へさらに1981年より再び静ない。 その翌年からカントリー牧場、1985年からは、十勝の個人牧場と、つなぎ用先を点々とした。中央での主な三区には、それぞれ京都山菜ステークスに勝った谷の最安他ほか大歌唱4着と谷のレオ、同期歌賞5着。地方競馬では、東海大歌と名古屋大賞店に勝った、ハローキング、中月記念に勝った谷のガルフがいる。 かつてのライバルアローエクスプレスは、種ボバとして大きな成功を収め、この点では対照的な結果となった。競争馬として、谷のムーティエの圧勝、守護場としては、アローエクスプレスの圧勝とも評される。谷のムーティエの種ボバとしての失敗は、繁殖品馬の後輩相手として徴用していた、カントリー牧場の低迷を招く原因の一つともな。 弟の谷の力が1974年に有馬記念を勝って以降改革を経て2002年に谷のギムレットが日本ダービーを制するまでの28年間カントリー牧場から八大競争、GI 競争を制する馬は現れなった。晩年は故郷をカントリー牧場で余生を過ごしたが1991年2月9日に老衰のため死亡した。 25歳没。それから24日後には、アローエクスプレスも漏水で死亡した。日本中央競馬会が2000年に主催した20世紀の名馬大投票では、第56位に選出。投票世代別では10から30代でいずれも100位以下だったのに、対し40代以上ではいずれも30位台以上で、50代の投票では20位だった。また、同会の広報誌、 優秀による20世紀のベストホース100にもなお連ねている。その他各種投票企画では以下のような記録を残している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。